かった。目覚めた、うん、大丈夫？ここ子供の頃ここで暮らしたの。もう少し寝てた方がいいんじゃない？大丈夫ならいいんだけど。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、シンラには何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく何なんだよこいつらは。シンラ製の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えればこの星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、シンラの犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？
今は迷子みたい。動くほど道が分からなくなる。フィーラーが触れるたび私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。大丈夫、一緒に考えよう。なんだ？ようやく見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたって。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくてって、そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ、今の何、爆発。近畿アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。何があったんだ。ポットの中の子、みんないなくなってる。嫌な匂いがする。この奥だ。どうすんだろう。溶かすしかない。納得してる場合が。こっちは任せろ。決めらんぞ。はっ、やっ、切り行くぞ。やったな。あっちだ、おい。
行こう。うん。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。誰や。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部クラウド？やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。手を貸そう。頼む。
ティファたちは？近くにはいないようだ。探すぞ。どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。うん、私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。これでいいかな？気持ち悪いもんばっか作りやがって。地下四条で苦戦だな。ハッ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 いいけどよ。出口か。これからどうする？まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ行くぞ。扉がロックされたようだ。引き返すのは無理だわ。
さあ、大したもんだな。やったね。ナイス。待ってて、私たちもそっち行くから。こっちは無事か。この通り。でもどうしよう、この部屋出られないみたい。あ、聞こえるかね。北条。どうだね、私の実験場ドラム、すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ、あの野郎。何を勝手に。無視して先に進めない。やつのことだ。都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな。はあ、研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。手助けできないと気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったらすぐ通信だ。いいな。了解。